さあ始まりました音武の情熱教室、えーまあこのチャンネルは5月ぐらいから始めて半年経ったんですけどまあまあどのタイミングで、えー、まあこれをやろうかなとは思ってたんですけれどもまあまあ皆さんが興味があるところかなと思う。 うーまあどうなんだろうな結構見られるのかな他のね障害者の方がやられてるチャンネルだとうんこういうのをしゃべるとね結構数字が伸びたりもするみたいなんですけどそれも結構複雑で何ていうのかな、まあ、興味本位で見られる方も多いのかな思います と思いつつ、まあ、それが,ありが興味を持ってもらってありがたいっていう捉え方もあるしいやそういうなんか興味本位みたいなところじゃなくもっと深刻な問題なんだよっていう思いもうん、まあ、なきにしもあらずで、まあ、結構複雑だったりはするんですが、まあ、そうは言ってもね、えー、本当に大事な問題だと思うのでうん、まあ、多少自分を何ていうのかな 切り売りしなければならない。部分も出てくる。とは思うんですが、まあ、ある程度覚悟を決めて。語っていけたらなと思います。まあ、まず。この。障害者のせい。の問題っていうのは。すごく。なんていうのかな、蓋をされてきたというか。社会の中で、本来ならば、社会課題として。捉えられる。べき。 ことがなんとなくこうタブーとして、えー、蓋をされてきた部分というのはやっぱあるんだろうなと思うんです。僕自身やっぱり若い頃からこの性というものとの向き合い方っていうのが、うんうん、結構苦労してきた部分っていうのがあって、まあなんていうんですかね、まあもちろん。 こう初体験を済ませる年齢っていうのは本当人それぞれで、えー、10代の時に済ませる方もいればもちろんね3040になってもいまだけ経験ないっていう方もいらっしゃるでしょうしまちまちだと思うんですけれどもただその実際にお相手がいてその性的な行為を行うっていうことの手前にうんそもそも多くの男性は、まあ、やっぱり 一人でその欲求を処理するっていうことを行うわけですよね。うん、ただやっぱり私の場合はそれができないんですよ。やっぱり手がこれしかないので、まあどうしても届かないんですよねうん。だからこう自分でまあその自己意を行うっていうことはどうしてもできなかった たのでうん、そういうなんていうかなこうそれこそね10代の時にこう欲求がたまるたまっても自分で処理をすることはできない、えー、友人がね男友達が AV の話なんかで盛り上がってて誰が好きなんていう話とか盛り上がってても自分は見たところで見てムラムラしててそこでおしまいなわけですよ。ムムラムラしした後のののお楽しみいいうのがないので、うん なんかそういう会話にもな,、ね、なかなかこう当事者というか、うん、主体として加わることもなんかできずとか。で結局じゃあどう自分で処理ができないとうんどうなっていくかっていうとまあ無声をするわけですよ夜まあこうねちょっとエッチな夢とかを見て。 朝起きてると、こうまあよね、まあ、よく男性たちの間でいうのはねなんか「セックスよりもオナニーよりも無性が本当は一番気持ちいいんだ」なんていう言い方をしますけどそれはセックスもオナニーもできる人だから言えることでそれをまだどちらも経験していないすることができていない。 10代の高校生とかで経験する無性は本当に悲しくて悔しくて情けないもんですよ。で何が情けないって何ていうの出ちゃうのはね、うん、人間だから生理現象だから、まあ、しょうがないと思えても僕の場合そのパンツすら洗えないわけですよ自分で。 だからまあで自分は衣服の脱ぎ着も自分でできないわけですから、まあ、朝起きてシャワー浴びるにしたって、まあ、母がやってくれるわけですよ、まあ、だから気づいてたのか気づいてなかったのか分かんないですけど、まあ、その脱いだパンツを洗濯機に入れるのも自分でできないわけですから。 そういういのも母がやってくれるしかないっていう、うん、この、うんうん、やるせなさあやっぱり10代の頃はしんどかったですよね。うん、でさうんだん僕が二十歳過ぎかな。 だん,だんこうインターネットが普及してくるんですよでまあまあやっぱり、ね、そういう性とか興味があるから調べたりするわけですよね。でそうなってくるといろんな話が見えてくるわけですよ障害者の性みたいなことが。だからそれこそ、うん、その障害のある人の お母母さんが母親が親まあその自分の息子が生涯その女性との交わりとか生徒の喜びとかそういうものを知らずに人生を終えていくっていうのはあまりに不憫だっていうことでまあそのお母さんがまあ手で処理をしてあげたりとか中にはその。 母親自身が何かこう相手になってあげたりなんていうケースもあるんだなんていう話を見たりね、まあ、あとは例えばその柔道の障害者だったりするとやっぱり施設に入ってたりするわけですよねで首から下が麻痺している方とかだとやっぱ私と同じように自意行為すら 自分ででは難しいわけですよで首から上しか動かないんでそうするとその性の快楽を得るためにその入所者同士が口を使ってそのお互いを慰め合う男性同士ですよ。でその特に同性愛者でもない本来なら女性にしてもらいたい行為もしくは自分でしたい行為をそれができないからどちらもかなわないから 同性愛者ではないけれども同性の男性の要は首から上を使ってお互いに慰め合うとかなんかもう悲しくなっちゃってでもそれが下手したら自分にも待ってる現実なんだろうなって思ったらうーん。 怖かったし焦,焦るうんだからよりもちろんねちっちゃい頃からなんていうのかな恋愛としてモテたいとかね女の子を好きな女の子に好かれたいとかそういうピュアな恋愛としてのなんかモチベーションっていうのはあったけどそこからやっぱりよりこう。 うん、性というものを伴ったモテたいモテなきゃ女性に好意を持ってもらわなきゃ自分の末路はこうなるんだっていう、うん、そういうのは正直やっぱありましたよね。だからうんそういう部分で自分のなんていうのかな性に対する。 思いというかモチベーションというかそういうのがもしかしたら健常者の一般の皆さんから見て「歪んでる」って言われたらそれは歪んでるのかもしれない、えー、でもじゃあ同じ境遇僕のような体に生まれた人が見たらどう思うのかも、まあ、話したことないか分かんないですけど。 それをじゃあ歪んでると思ううのかどうかど、うん、でもそうねどうなんだろうな,なんかね性的な行為っていうのは愛し合う人との間で生まれる結晶なんだその延長線上にあるもんなんだってそれ綺きれい事で言うけどやっぱ別もんでもあると僕は思うんですよね。別に愛し合う相手がいなくたって性欲は あるし欲求は高まるしそれをなんとか処理したいっていうのは別に愛ととはは違うう部分で僕はあると思うなだそれを自分で処理できない人間としてはそれはやっぱり誰かに求めるしかなくなってしまう,うんそこにじゃあ愛があろうがなろうがなかろうが。 うんっていうふうに思ってしまってここまで来た自分は正直いたのかなとは思います。まあ、あとこれはねじゃあいざ今度そういう相手ができた時にも障害者ってやっぱり結構いろんな困難を抱えていて例えばねじゃあ皆さん ね、そういうお相手ができたときにまあいざ行為をしようとしたあま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 あであま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 あっあま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 ったあまあまあであま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 ああま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 あ 結構ね、やっぱり障害者というか、車椅子ユーザーにとって。ラブホテルっていうのはかなりの難所で。行かれたことある方、は皆さんちょっとイメージしていただきたいんですけど。なぜかね。あの。入り口。に何段か、やっぱ段差がある。んですよ。で、それなんかで。テレビで見たことあるんですけど。あれ、わざとなんですって。なんかその心理的な効果。で。そのラブホテルの入り口に、三四段でも。 下りの段差を設けることであなんかもうこの階段を越えたからもうしょうがないってなんかこうしょうがなくてするもんでもないと思うんですけどなんかその女性側の「あもう私はここで一線越えた」っていうなん,か踏ん切りをつけさせるための心理的効果があるんですって。 それを、ね、ラブホテルを設計する皆さんが知ってか知らずかだから結構車椅子でラブホテルを使うっていうのは割とハードルが高かったりとかもっと言うとその、まあ、私の場合は何、えー、ていうかな全解除が必要ではないので。 私はそこの悩みはなかったんですけれども、やっぱり重度障害者の中にはもう本当にそのフル解除が必要な方もいるわけですよ。つまり、車椅子からベッドに乗り移るということすら、自分でできない方っていうのもいらっしゃるんですよね。で、もちろんその例えばご夫婦であったりとか。例えばカップルであったり。とか、そのもう慣れ。親しんだ関係性の中であればその方にこう。 手伝ってもらったりっていうことは可能なんでしょうけれども。例えば、お互い障害者同士とか、それから初めての相手とかだと。やっぱ解除が必要になってくるんですよ。でも解除ってって第三者なわけですよ。その要は、自分と相手とで性行為をするときに、第三者である介助の人間が必要になるって。結構しんどくないですか。 皆さん自分のことだと思った時にさすがにね行為の最中は一旦出てもらうにしてもちょっと今から自分性行為をするんでホテルまでついてきてください車椅すからベッドに移してくださいって結構しんどいと思うんですよねいや必要なんですよ絶対必要なんですけどそれはやっぱりなんか。 他のことをお願いするのに比べてやっぱハードルは上がるんじゃないのかなと思うんですよね。っていうふうにねうーんその自分で処理をすること相手を見つけることそして相手と実際に行為を行うことやっぱどれをとっても 障害者が、まあ、障害者ってね一口に言ってもいろんな障害があるから知的精神聴覚視覚いろいろな障害があって私がやっぱり語れるのはひとまず身体障害者だしもっと言えば自分のことになってくるんですけどそういう人間にとってはおそらく皆さんが難なく経験できることに 大きなハードルがあったりもしくは不可能だったりっていうことはやっぱり間違いなくあるしとはいえやっぱりそのなんか性の捉え方って難しいですよねなんか人生を豊かにする潤いを与えるプラスアルファのものなんだって捉えれば基礎的な食べるとか排泄とか入浴とかができてればそれで十分だろうって いう考え方もあるで,しょうけどでも人間の三大欲求って何なんでしたっけって言ったらやっぱり食欲睡眠欲そして性欲っていうその人間の三大欲求の一つなんだよって考えればそこが塞がれてしまった人生ってどうなんですかって言われればやっぱりそこは社会問題としてなんとかその考えなきゃいけないよね。 っていうふうにも考えるることとができると思いますしうんおそらくこれまでの日本でやっぱり前者の考え方つまりプラスアルファのものなんだからそこは我慢しないよっていう考え方で何となく蓋をされてきてしまったところがあると思うんですけれどもやっぱり当事者にしてみれば後者の考え方三大欲求の一つがずっと欠けたままの人生って正直しんどいよっていうのがやっぱり本音だと思うので。 どういう解決方法があるのかっていうのは一旦さておきやっぱりこれは社会問題として何らかのケアが必要だよねっていうところはね是非、うん、皆さんにも考えていただけたらなと思っています。でまあ私自身がやっぱ語れることっていうのはあ,のあんまり僕なんていうのかな正直車いす仲間が 思春期にいいたわけでではないので、まあ、自分の事情しかわからないので、まあ、こういったところまでになるんですけれどもじゃあ実際ね今話したどんな解決方法があるのかとかじゃあ実際どんなケアをしている人がいるのかというあたりは、えー、またちょっとね次の動画で、えー、お話というかご紹介していけたらなというふうに思っています。 というわけで、えーまあ、今回はちょっと重たい話になってしまったかと思いますが、えー、障害者と性と性いいう問題についてて、えー、語ってみました、まあ、皆さんも、まあ、興味本位でねこの動画見られたっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、これも何かのご縁というかきっかけですので、えーまあ、ちょっと今後も何て言うかなカジュアルな興味というところからうーんシリアスな興味 <laughs> という言い方が適切か分かりませんけれども。 あの関心を持っていただければなというふうに思っております以上、お届けのひろたがお伝えしました高評価とチャンネル登録よろしくお願いします